こちらは兵庫県、さきさんからです。ちねくんこんばんぬ、ね、こんばんぬ、ね、ジャンプ大好きな中二女子です。ありがとうございます。先日、インスタに、有岡くんとの充実した休日の写真を載せていましたね。ありチネの仲の良さや、お二人の楽しそうな表情に、私も幸せな気持ちになりました。ですが、この写真を見て少し疑問に思ったことがあります。 それは自分が新人ファンだからかもしれませんが、なぜアリチネがブラックピンクのライブに行っていたのかということです。理由を教えてください。またぜひライブの感想を聞かせていただけると嬉しいです。えー、これからも応援しています。あと、金髪、お似合いですね。あ、ありがとうございます。はい。そうなんです。ね、この前アリオカと、そう休日みたいな形でね、サウナ行ったり、ブラックピンクのライブ行ったりっていう、ね、写真載せていただいたんですけど、あのー、 うちのマネージャーがですね、すごくエンターテインメント大好きなマネージャーがいまして、その人が普通に一般で応募したチケットがあって、で、知念くんと、有岡よく行きますかっていうところでまずお誘いいただいて、あ、行きたい行きたいっていう。ので、行くことになってブラックピンクのライブを見ることになったんですよ。だから、あと、いつも一緒にコンサートを作ってるスタッフさんと、レコード会社の方と、あの、みんなで、見に行きましたね。 うん。いや、まあ、もともと、だから曲はね、結構聴いてたんで、ならもう、誘われた時に、あ、これを生で聴いてみたいなっていうので、もう即答で行く行くって言ったんだけど、ねえ、やっぱ良かったっすよ。うん。だいや、僕たちがいつもさ、ライブ、やっぱドームとかでやるんだけど、なんだろう。本番もさ、リハーサルは当然本番と同じ音でやらないのよ。出せないというか、その、 ちょっと抑えめにしたいとかもするから。だからなんか、いつもイヤモニで僕たちは音聞いてるからさ。会場の生の音でこう、ライブ聞くっていうのがすごい新鮮だったというか。またあの、関係者で見に、ね、あの、先輩後輩とかのライブ、行くときは、なんから上の方なの。だからロ,ロイヤルボックスみたいななんかあるんだけど、関係者みたいなとこは。そこで見てるのと、まあ、今回あの、下の方なんつうのあれアリガセキっていうのか。 ほんとセンターステージの近くぐらいの感じかな。で、見てたんだけど、またそこも違うんなーっていう。で、あの、結構ちゃんとしっかり動線通ってさ、普通にファンの方が通るようなこう、入り口とか通ってさ、あ、みんなこういう気持ちでなんかこう、ライブに向かってんだなーみたいな。あ、ちょっとなんかこう、ね、写真撮れるスポットがあったりとか、その本人とかの写真とかがあったりとか、あのこういうのでちょっとずつテンション上がってって、みたいな。 であ、場所ここなんだみたいな。あ、ここかわこんなとこから見れ、見られるんだみたいな。あ、モニターここかみたいな。前の人ちょっと大きいなとかさ。<laughs> そういうのをこう感じながら、ライブをね、見るっていうか。まずそこがなんかし、すごく新鮮で。なんか、またでもそういう気持ちとかがね、自分たちのライブ作りにもこう、活かせそうだなとか思ったりとか。あとやっぱりこう、 ね、始まる前の、待ってる時間の何、何使い方というか、まあ、あの、まあ、MV 流れてたりとか、ああいう時のこう、見せ方だったりとか、また全然僕たちのやり方とは違ったりとかして、すごく新鮮で。うん。なかかあ、結構こう、静かになる場面もあったり、みたいな。結構緩急すごいなと思って。あんま自分たちの中ではないかなっていう。 でもなんかそれが逆にこう、ちょっとワクワクする部分でもあったり、ああ、こういうのも活かせるかなとか思ったりしてね。で、大気は、特にあの、照明とか映像とかも結構気にしてたりとかしてて。だから、いつも一緒にやってるサッフさんと、ちょっとこう、あーこういう映像使ってんだねとか、あれってどうやったらできるのとか、結構勉強の感じでもう、やってましたね。ただ最後はもうその、ちょっとこう、勉強みたいな気持ちを忘れるぐらい、 楽しませてくれたというか、さすがだなと思いまして。さすが世界のトップなアーティストですからね。いや、だからすごいなんかいいもの見せていただいたなとっていうので、マネージャーさんにチケット代払わないとと、忘れてましたよ。忘れて。チケット代、払います。